マサトです。えー、礼拝、説教を振り返っての時となりました。前回は、えーえー、間違って、この次男子を2回し,しましたけど、えー、礼拝、えー、説教を、えー、前の、えー、日曜日はこのイースターが終わって、イースターは。 2024年の今年は3月の31日でしたけど、えー、今回はその、えーえー、7日ですね、えー、7日ですので、えー、この、えー、僕先生の方からこの。うん 最初に復活した時に、えー、トマスは、えー、いませんでしたので、えー、この、えー、弟子たちに、えー、弟子たちがイエス復活し,したイエス様に、えー、この会わないと <laughs>、えーえー、イエス様に会ったと言って、えー、その信じない。 トマスはこの自分が確かにイエス様に会ってこの脇腹とかその足とかを確認しなければイエス様が復活したことなど信じませんと言われてこの復活されたイエス様に会って私の神私の主ということで牧師先生の方からこの力づくメッセージがされましたこの目かうろですねそういうこの不信仰の からの,この目線じゃなくて、えー、真面目すぎて、このト,トマさん、正直、真面目すぎて、実際にの、まあ、苦しみはありますけど、自分がその実際に見ないと信じないということを注目して、えー、からのメッセージでした。事、まあ、ですけど、 月日からこの土曜のまでの、まあ、その中に一日お休みがありますけどお仕事で疲れますねこの霊にともに疲れを覚えますけど私の通道教会においてはメッセージを聞いた後とに、まあ、応答というかそのまあこれも振り返りもそうですけど応答の祈りがありますねいつも自分の奉仕の時にどうして祈るかということを本当にもう <laughs> ギブアップして神様に助けてくださいって祈って本当に短くこの、えー、トマスのこの,王の,の「王と私の神私の主といった王とを,を,を,をした記憶ですね今日は、えー、また日曜日過ぎたて日曜日そして月曜日火曜日ですね、えーえー、この当日含めて3日しか経っていないのに、えー えー、礼拝席を振り返ってですね、えー、前置きはなくなりましたけど、えー、この今日はこの大が牧師先生の方から、えー「使徒トマスと復活」という題で、えー一えー、イースター過ぎて1週間ですね司会者の方からーローマの6章の23節が、えー、読まれました紹介されましたローマの6章の23節 ローマン6章の23節このですね、えー「罪から来る報酬は死です」しかし、えー、神の下さる賜物は、えー、私たちの主キリストイエスにある、えー、の命です感謝いたします、えー、イースターから1週間経ったところで牧師先生の方から「人トマス」と復活という題で、えー、ヨハネの福音書20章ですねのこの「 復活した後のこのやりとりですね。イエス様と復活されたイエス様とトマスのやりとりですね。が述べられています。ヨハネの福音書の20章の24節から31節ではお読みいたします。少し聖書のこちらに。はい、<coughs> ヨハネの福音書20章の24節から31節 十二、えー、弟子の一人でデドモと呼ばれるトマス,がトマスはイエスが来られた時に彼らと一緒にいなかったそれで他の弟子たちが彼に私たちは死を見たと言ったしかしトマスは彼らに私はその手に釘の跡を見私の指を釘のところに差し入れまた私の手をその脇に差し入れて差し入れてみなければ決して信じませんと言った。 8日の地に弟子たちはまた室内におりトマスも彼らと一緒にいた「戸が閉じられていたかイエスが来て彼の中に立って平安があなた方にあるように」と言われたそれからトマスに言われた「あなたの指をここにつけて私の手を見なさい手を伸ばして私の脇に差し入れなさい信じないものにならないで信じるものになりなさい」トマスは答えてイエス トマスは答えてイエスに言った。私の主、私の神。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか見ずに信じる者は幸いです。この書には書かれてはいないか。まだ他の多くの印を思うイエスは弟子たちの前で行われた。しかし、これらのことが書かれたのはイエスが神の子、キリストであることをあなた方が信じるため、また、 あなた方が信じてイエスの皆によって命を得るためである。えー、感謝いたします。このことから熱く語られました。今この、えー、この金持ちのザラザルと思いますね。えー、まあトマスは弟子たちがイエスを見たから。 信じていただきましたけど実際トマスは真面目で実際にこの目で復活した,したイエスも見ないと信じませんと言い切りましたけどこのイエス様に見ずに信じるものは幸いですということでしたけどきちんとトマスは私の主、私の神とそういう信仰,信仰 告白というかこの言ってますね、牧、え、師、ーまあ、先生の方からこの、えーま、まだその時には精霊がおくだりになってないので、まあ、そういうこと、ですその後イエス様が、えー、復活したイエス様が飛ばしにあって、まあ、昇天するときにイエス様はまたそのうち助けの精霊を与えると言われて、天に昇ら,られて、そしてその後、えー、ご純切に精霊がお下りになりました。えー 現在私たちはこの父なる神様御子イエス様聖霊なる神様この三名一体を信じる立場です感謝いたしますこのまたこの聖書をが間違いのない神様の言葉として信じるものですこの創世紀の 一章の一節はじめに神が天灯を作られたそしてイエス様目視録最後の節まで、えー、感謝いたしますまたイエス様来ると言われています、うん、このことを覚えられます感謝いたします本当に、えー、まあ恥ずかしいですけど、えー、もう体調が悪くて、えー、まあなかなか、えー、ですね応答で緊張しますけど、えー、この私もこの ヨハネのトマスのトマスみたいですねはい、えー、ヨハネの20章のその後三30から31節ですね、えー、少し、えーえー、余談がそれましたけどこのヨハネの手紙の20章ですね、えーえー、このその後ですね30と31節ですね、えー えー、このもう一回見て、えー、見言葉が確認されました福音書の20章の、えー、31と30節と30節ですね、えー、こ,のこの書には書かれていないがまだ多くの印書をもイエスは弟子たちの前で行われたしかしこれはこと このようなことが書かれたのは、えー、イエスが神の子、キリストであることを、えー、あなた方が信じるため、またあなたが信じてイエスの皆によって命を得るためである。感謝いたします、この、えー福音えー、礼拝説教を振り返ってですね、えー、なかなかこのもう一度お読みいたします箇所からですね、よ <laughs> ナな福音書二次章の24節から31節 十二弟子の一人で、デドモと呼ばれるトマスは、イエスが来られたときに彼と一緒にいなかった。それで他の弟子たちが彼に、私たちは死を見たと言った。しかし、トマスは彼らに、私はその手に、釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ、決して信じませんと言った。 8日のうちに弟子たちはまた室内におり、トマスも彼と一緒にいた。戸が閉じられていたか、イエスが来て、神の間に立って、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた、あなたの指をここにつけて、私に手を見なさい。手を伸ばして、私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで信じるものにならなさい。トマスは答えてイエスに言った。私の主、私の神。イエスは彼に言われた。 あなたは私を見たから信じたのですか見ずに信じる者は幸いです。この書には書かれていないが、えー、まだ他の多く、の士を思うイエスは弟子たちの前で行われた。しかし、えー、これらのことが書かれたのはイエスが神の子、キリストであることをあなた方が信じるために、またあなた方が信じてイエスの皆によって命を得るためである。感謝いたします。 えー、礼拝説教を振り返ってですけど、えー、なかなか万全な体調を持って礼拝に、えー、臨むことはないですけど本当に、えー、眠りを我慢して、えー、そういう時で応答、えー、で本当にトマスのごとく、えー、このトマスがイエス様に言った私の主私の神に本当に感謝いたします。えー、トマスは真面目で本当に、えー 最初にイエス様に復活されたイエス様に会っていないので他の弟子たちに私はイエス様を見たから信じますと言ったけどトマスはこの自分が見るまでは絶対信じないと言い切りましたけど復活されたイエス様に出会って。 私の主私の神と言いました。私はこのイエス様に復活されたイエス様はありませんけど、聖霊がやっています。小さな神様、このあるイエス様、聖霊なる神様、この三名一体の神様、そしてこの聖,霊聖書が与えられています。感謝いたします。えーえー、私が、えー、霊の肉を口に入れてき実際に神様とイエス様と、まうん、交えることができます。私の中に聖霊、神の土産がやっていることを感謝いたします。 ことを覚えさせられたあ私も聖霊によってこの私の主私の神という応答の時となった礼拝説教でした。えー、この。 ハネの福音書の,2章の24節から31節までの人とマスと復活の題でのメッセージでした。感謝いたします。マスアトです。マスアトのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタン等よろしくお願いいたします。また聖書を学びたいというお友達も募集していますのでよろしくお願いいたします。なかなかお恥ずかしい礼拝説教。 を振り返ってとなりましたけど、次回の出会い設計を振り返ってでお会いいたしましょう。お待たでいたしました。終了でパッションプルジュシャロム、シャロム、シャロム。